はいこんにちはこんにちは、えー、オペラの演出家の釣江智子さんと農学史の松野博樹がお送りし,しております YouTube ですどうぞよろしくお願いしますお願いしますえっと今日はですねえー、っと前にですね、えー、あれはえー、っとどこでしたっけ、えー、ウィーンでしたっけうんと、うん、楽屋裏を見せていただいたのは あのパリの劇場とウィーンの劇場とニューヨークの劇場も見せましたっけねそうですあの結構いろんなところ見せてもらいましたので、えー、とうちの、えー、京都の関西会館の方を見てもらおうかなと思うんですけれども、えー、<laughs> <laughs> あんまり見せられるような代物ではないとは思うんですけれど、えー、一応あの写真を撮ってきましたんでちょっと共有します。 えー、見えておりますでしょうか<ー>これが、まあえー、京都関税会館でして、えー、のお正面の入り口です。で、うん、ここから、えー、普通の一般のお客様が入られると。はい、で次にこの横にここがちょっと分かりにくいんですここにね、うん、こう入る道があるんです。はい、ここが楽屋口でしてこの奥こちら、えー、向かって左側の方に楽屋があると。 いう感じですで今回はねこのロビーの方から行きましたんで、えー、まあここれがロビーでして今はさこのこういうコロナのあれやらでいいベタベタといろいろ貼ってある状態なんですけれども、えー、これが正面入ったところでこの奥この扉を開けるとお能楽のおーホールになっているという感じです,現的なんですね入り口とかエンドビーすごい現代的ですねあのそうなんですうん。 あのえー、と何度か、あのー、変わってます。で、えー、と例えば今はね全、うん、席椅子です。うん、で僕が、えー、と小さい頃、えー、それこそ小学校ぐらいまでは、えー、前の方は椅子でしたけれども後ろの方はマス席って言って 人人ぐらいいが 4, 5人が入れるお座敷になってまししたたそういう形でしたね昭和50年代何年に変わったのかちょっと僕もはっきり分かんないんですけれども、えー、昭和の終わりぐらいに改修、まあ、してまた平成でも、うん、ついこの間数年前に1年前かなにいい全部あの中野ホールの椅子が変わったりとかしてます。 おなるほどで、えー、ここからねこの向かって左側の方に歩いていきますとこういう感じであのー、ここにまあトイレがあるんですけどその奥に楽屋が広がっているとなってますで一応ね関西会館っていうのは二階建てなんですわ二、うん、階にも 結構珍しいです。あの学堂としては珍しくて、2階にもあの見えるところがあります。これは僕の,方のえっ、ー、のチャンネルで見え方みたいなものをお話ししているんで、えー、また見ていただいたらいいかなと思います。はい、で、えー、こう入っていきますと、これが楽屋です。長い廊下がありまして、この左側にずっと部屋があると。 でこれこれ右側はもうすでに舞台の裏側です。えー、で、えー、こんな風になってまして、でうん、まずこの一番手前の部屋、ここが装束、えー、部屋と言われるところでして、こういう風に棚が、大きい棚があります。うんうん、この日は催しがないので何もないですけれども、催しがあるときには、ここにまず装束、えー、衣装を。うん 持ってきたらボン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 とこう置いていくんですよね。ーで脳でしたらあの三番立て、えー、とかになってきますと、うん、まあ例えば三番立てっ,、うん、っ,って何ですか？三曲出る。あーはい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 。うん三脳のぶ三、えー、曲出る場合でしたら例えば、えー、と最初のお人がこの上二段を使うと、で次の人が下二段を使うと。う うんうん、で、えー、3番目の人がこ,うこの2段を使うとでこの辺はちょっと小物やらが置,置くとかねそういうふうな感じで、うんえー、置いてありますあのそれはあうんの呼吸で皆さんあのこう毎回話すべくもなくここは2番目うそうですの大体、あのー、一番最初の曲の人が、まあ、この上のこっち側かこっち側かを使うと、うん、いうのがまあ、えー、多いですね。 うんうん、でそのこっち側の人が、えーとまあ、出ていかはったりとかその前でもするんですけどこの2番目の人がこの辺でこう用意をしていくというふうな感じになりますね、うん、でまあここにこう見にくいんですけど遺があってここにもなんかこう頭の類のものかずらであるとかそういうものをこう引っ掛けたりとかできます。でえー、と こちら側、その今の部屋の反対側なんですけど、まあ、床の間がありまして一応こうかけられるとで、まあ、大体ここはあのー、その催しの一番偉い人,人が座れられるう席です偉い人での指の一番メインの指定がってことですかいえー、違います違いますお家元であるとか、あのー、会長であるとかるそういう、あのー もう舞台に出なくてもってことですよね。そうです。そうです。あの、その時の。えらい人が座る席です。あれ、これ、今の消毒部屋の中ですか。そうです。この。こっ,のこっち側の、この部屋の反対側。えー、え、じゃあ、装束着てる横に、その一番偉い人が座ってらっしゃる。あ、そうです。そうです。ええー、あ、そうなんですか。そうです。え、でも、装束部屋ってことは。 あの、お弟子さんとかもお手伝いしたりとか、結構のあこっち側でわちゃわちゃすると着替えてる時に、あの、うん、こちら側でえゆっくりしてはります。<laughs> すね、とか、あの、こうチェックが入ったりとかするんですけれどもね。うん、まあ、まあ、言うったら、一番ここが<ー>あの、舞台に近い部屋でもありますんで。 で、あのー、ここで装束を着たらこ,このまんまこっち側へこ,この襖の向こう側に出るんですよね、はい、そしたらこの廊下のこっち側までこう着てここに、うんえー、鏡の間があると。あーなるほごめ、うんなさい質問です、装束ってこの棚に置くときに広げておくんですか、はい、それともかけちゃう準備できたら、えっと うん、あの基本的にあの最初の段階ではもうあの平たいまんまです、うん、毛布とかにくるんで持ってきて風呂敷毛布外して風呂敷のまんまここに置いてある状態ですでそれが、えー、あの全員が用意しだすとこの平面やったものが急に立体になってくるので、うん、邪魔になるんですよねだからまあ,あの一番ずつ、うん、あの邪魔にならへんようにうまいことそこらへんを,見,を見計らって、えー、立体にしていくと。うん うん、でその襟つけたりとかよくわかんないんですけどその襟つけたりとか立体にする作業って結構時間がかかるんですかえっとね襟はつけないです襟はあのー、縫い付けたりはしません、うん、で、えー、と立体にする作業もいろいろでして短いもんでしたらもう数分で終わりますえまあ10分あれば十分ぐらいです、うん、でえっ、ー、とややこしいもの ととかになってくるとちょっとやっぱり30分ぐらい時間がかかったりとかあるいはその衣装を早く着替えななきゃいけないけ前場面と後場面でここでこう真ん中でこう着替えるんですけれども早く着替えないといけないとかになってくるとあの後半の衣装をもうえっとある程度7割8割方縫い付けておくのでその場合でしたら一回着込んでその合わさった状態で縫い付けていきますから。 いやそういうのはやっぱり時間かかりますね。<laughs> というのがそうすると例えば3人出る日だったら、うん、一番最初に歌われる方が出てからじゃないと2番目の人は準備できないってことですかいやそんなこともないですよ。それなんか決まってるわけじゃないので、うん、邪魔にならなければ別にいつやってもいいです。うん、だからあのここで着替えてはるときにそーっとこの辺の端っこの方でちょっと作業したりとかもします。 その縫い付ける作業とかそういうのってお弟子さんがされるんですか、それとも自分でやるんですかえと、まあ、例えば自分がしての場合でしたら、うんえー、こ僕はこう切、切られる側ですよね。うん、だから何もできません。うん、で、えーうん、その時は、例えば、その後見っていうのが基本的に装束をつけてくれはりますので、後見の人がやってくれはる。で、手が足りなければ若い人が手伝っていくっていうふうな感じです。 ね何も決まってないんですよね。なんとなくで進んでいきます。うん、まあでも大体そういうなんかこうあのこう、暗黙の了解みたいなのでもあるんですよね。そうですそうです。暗黙の了解でだいぶ進んでいきますね。ってことは、ショーっ一人じゃ全然着られないえっとね、着、えー、ようと思えば着れますけれども、うんえー、こういう関税会館で行われる催しのはだは大体人がいるので着せてもらいます。うんうん その、消毒を着る前の段階で、その肉みたいなのとか、こ中にいろいろ着られるじゃないですか。はいはいはい。肉というか、あの、うん、そういうの、あのー、そういうの道着ですね。ええー、綿が入ってるやつ、うん。うんうん。それもこのお部屋で着るんですか、うん、それともまた別に自分のお部屋があって、それをね、後で言います。二階で、はい、えー、そのえっ、ー、と、道着と言われる、綿入れのものまで着た状態で下に降りてきます。なるほど。うん、はい。 うん、えち,ちなみにさ、メイクはしないんですもんね。メイクはしません。メイクはしないので、能面ですね。鏡この部屋ないんですか,かこれ、これです。ちょっと映り方があれですか。<ー>これ、鏡です。ねここでその、この前に立って、装束をつけてもらうんです。なるほど、ね。ありがとうございます。 で、えっ、ー、と、次にですね、これがですね、さっきの廊下の真ん中の部分です。ちょっと縦で見にくいんですけれども、あのー、あれえっ、ー、と、大きくならない。この辺がですね、えっ、ー、と、ちょっと、ちょっと間違えました。ごめんなさい。あの、この辺がですね、小物類、あのー、えっ、ー、と、竹で組んだ、今、これ、今こ,れこれとかってやつしたら、さおですね。 釣竿とかに使う竿ですとかあのー、まあこうしまってあるのでわかりにくいんですけどここにその農舞台で使うあのー、作り物っていうまあ例えばあの自分が入れるぐらいの大きさのあの小さい小屋みたいなんとかがここにあのセットされたりしますオールドグみたいな感じそう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 う。まあ僕らで言ったら大道具になりますねでこれはその曲 その都度ここであの作られて解体されていくと。ああそうなんですか。そうですそうです。ですあえそれはその日の本番の前に組み立てて、うん、ここで組み立ててそれで終わったらまたすぐに組み外すみたいな。そう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 。まあ、えー、直前ではないですリハーサルぐらいの時に、えー、組み立て、うん、半分ぐらい八割ぐらい組み立ててあって修正が加わって本番があってその本番ではもうすでに例えば三番 3曲あれば、1曲目ので使ったものはもう3曲目にはもう解体されていってるというふうな感じです。あそんなに手早く皆さん外しちゃったりもできるんですね。そうです、簡単です。あの、このこ基本的にこの竹の類とかを紐で、えー、結んでるだけですんで。うそれがまあ多い,の若い方がされるんですか。かその本番やってる あのーえー、とここで、われわれもしますし、えー、おじさんがおられて、その人がある程度までこう組んでってもらったりとかします、うん、あおじさんっていうのは、用務員さんというか、そのこういうのをいつも見てくださるか、まああのー、ここでそじゅじゅうん、従業員さんですかね、要は関税会館で働いてられる方です。うん があ,のある程度までこう作っといてくれはったりとかして<ー>、えー、手直そうするとじゃあそのお能の,の、えー、といろんなレパートリーで、まあ、その作品によって必要になってくる大道具系のものはもう全部ここにこう素材があるみたいな感じなんですかね。 えとね、素材自体は、えー、と2階のおなんかこう小部屋みたいなところに入ってたりとかもいろんなところに入ってるんで実は僕もよく分かってないんですよ。あんでも昔やったやつをまた引っ張ってきて使うみたいな感じでその毎回、き今日は道場寺やるから金持っていかなきゃみたいなトラックで会館行くぞとかそういうことはないってことでですすよねないですあの道場寺の場合は組み立てますけれども土台はあ,のあります、この中に。 あの、うん、この建物の中にありますんで。うん、あのそれは問題ないです。なるほど。へえ、面白い。結構でも小さいですよね。こんなところに全部入っちゃうんだ。え、ここでこう作業はされるだけですね。もの、ね、自体は、も、もっとこの中、いろんなところに入ってます。で、えー、っと、次の部屋が、これがさっきの部屋の奥になりまして、ここが。うん、手前が、えー、っと、脇と狂言の。うん でここにこうまあふすまの仕切りがありましてこの奥がお囃子の部屋になります、うん、ごめんなさい脇と狂言っていうのはおのの日に狂言も一緒にやる場合にっていうことですかえっとね、えーうん、脳の中にさっき言った前場面と後場面をつなぐのが狂言の役割の曲がありますのでその時は聞きはりますしもしそういうのがない場合は来られない場合もあります。うんうん もちろんその日のあの曲であるとか、うん、その工業形態によって、えー、来るメンバーは基本的に違ってきますけれども、うん、その人らが着替える部屋っていうのはここ,こ,こですね、まあ、大体こちら側に脇の人がやってこの,このこれがあの机なんですけどこの机のこっち側に狂言方がいるみたいな感じの構図ですで同じようにここに、うん、あの小さいあの棚があって装束が載せられるようになってます ごめんなさいあのまた素人な質問なんですけど、はい、なんか今日は短くて狂言だけの日とかそういうのないんですかありますよ狂言。狂言だけの催しの日もありますよ。うん、そしたら狂言の人ってさっきの,その大きな消毒部屋は使えないのいや使うは,ったはると思いますよ。多分あの僕その狂言だけの日に行ったことがないので <laughs> あのその時は自由に使ってはると思います。うん、あの基本的にあの別に別部屋は えと催しによって変わりますんで僕らが使う基本的な使い方の,のお話もしてます。例えば、はい、お囃子だけの曲とかになあのお囃子だけの日になってきたらもっと形変わってきますんでこの奥がその、うん、言った囃子方でしてこれが、えーとうん、大きい換気扇がありまして、えー、法時代と言われるやつです。あー ここに炭を、あのー、起こしましてこれに大鼓の皮をこうかけるんですよねはいはいはい、はい、でこの周りで、まあ、いわゆる遠赤外線効果でこう乾燥させていくとはいはいはいおおでまあ、えー、と煙やらが出るので上に大きい換気扇があるとすごい話ですよね室内でこう炭火を使ってるんで <laughs> なかなかこう、この辺こう、よく見るとね、あの、要は火,火花がちょっと飛んで焦げてたりとかするんですけれどはぁ、あ、ーそんなものがここに置いてありますなるほど、これって火を起こして、いらっしゃる、はい、あ、本番始まる、どれぐらい前か乾燥させるんですかねえっとね、えー、2時間前、一時間半前ぐらいに、大体大鼓の人は来はりますね えごめんないちなみに視点の方は何時間前に入られるんですか僕らは1時間半、まあ、その同じぐらいですね2時間前に入るときもあれば1時間ちょっと1時間ちょぼちょぼぐらいで入るときもありますしなるほどで今はその例えばコロナのことがあるんで、えー、と割とその出演する曲の割とすぐ手前ぐらいに入ってきます。 ちょっとでもが楽屋の人数を減らさなきゃいけないので、というような、えー、ところです。で、これが1階です。1階の反対側から見るとこんな感じになっています。こっちが、今言ったのが、えー、はやお囃子の部屋で、脇と狂言の部屋で、向こう側が、えー、して方の部屋になりますすごい、でも皆さんじゃあ一緒,一緒部屋なんですね。一人部屋ってのはありえないって感じですか、ね、ないですね。一人部屋 まあ、もちろんあの違う、えー、も,もう少し大きい、あのー、楽屋が大きい舞台とかでしたらお家元の部屋みたいなのはあります。お<ー>だけど、あのー、京都に関してはそこまで大きくないので割とごったごったですね。ででもこん 皆さん一緒に,す一緒にこう今のね、林方のお部屋とかでも、皆さんだって着物とかやっぱり広げて畳んだりとかするのに場所必要ですよね。えっとね、かなり僕ら狭いところで着替えますよ。へ<ー>で、そのね、それこそうち弟子の時なんかは、うん、まあここ1階で着替えることはないんですけど、2階の廊下とかね、こな廊下みたいなところで、あの持ってって、パパパッと着替えたりとかもしますし。 あそ,うかそうそうそう<え>まあ着物を着替えるスペースっていうのはあのかなり小さくてもできますね僕らあそうですかなんかこうひ全部広げないとっていうイメージがありますけどねなんかこう紐となっちゃうととかこういやもうえっと例えば着替えるのは言ったら自分の体が立った状態と荷物が置いてあればいいのでほんまに畳半畳ぐらいですよね うん、で畳むのもあの膝の上とかを使っていったら畳半畳ぐらいで、あのー、畳めますんであーなるほど膝膝に置いてながら着物なんて畳めるんですかすごいですねそう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 だからほんまにこ,これくらいのスペースでやりますほほほほいでこれがまあ一回ですわはい でここからこの右が左手の方にここに階段がありましてそれで2階に上がります2階に上がりますとまあえっとちょっと、うん、も大きい方がいいかなこんな感じになってますおお<ー>ここは長い,い広間ですねはいでえっ、ー、とさっきのがこの式舞台になってて一段こう上がってるんですわでここにまあ上式が引いてありますけどここは、えー、一応舞台となっててあのこの,この上式を取ればあの、うん ちゃんんととした舞台が出てきますす、うん、お稽古されるんででかここでえっとね昔は一応ここでもなんか催しができたんですけど最近はほぼ使われることはないですね。うん、でしょちょっと暗くて見にくいんですけどまあこういうふうにまあちょっとこれね会議かんかがあったんであのい机が並んでますけれどもまあえっと何部屋のか1234部屋。 一二三、5部屋かな、うん。ざーっとこう長い、えー、部屋がです。うん、でこれは何のですかはい、ごめんなさい。どうぞ。いや、で、ここも、そのここは、ここ2階は基本的に捨て方です。うん、さっきの,あの下の部屋は、まあ、お家元とか,とかの偉い先生と装束を着る部屋でしたよね。でここで僕らは着替えて、うん えー、下にに降りりてていいくっていううふなります、うん、でもそのして方が着替えるときはこれは襖を閉じて小さいお部屋にするんですかそれともこう広いまんま使ってるんですか広いまんまです。おお<ー>。あのー、うん基本的になんて言いますか、あのー、プライベート感は一つもないです。<laughs> <laughs> でまあ、うんあのー、例えば「してをまいました。 だいぶ汗をかきました、うんえー、パンツを履き替えたい時はトイレに行って履き替えるぐらいであとはもう皆がいる前で皆ね。<laughs> あれでも最近ほら女性の方も狂言師とかしされの方いらっしゃいますけどそういうもし女性もいる場合はどうなるんですかえっとね女性が、えー、京都の関世会で2人おられるんですよね。 で女性が着替えられる方はと,ところはこの、えっと、奥に小部屋があるんですわそこで着替えてられるんですけれどもあの、えー、と我々こっちが出会ってる限りは女性がいようとあんまり関係ないですねそして女性もあんまり気にしてないです <laughs> だから逆に僕らはびっくりされる時がありますあ<ー>その外へ出て行って うん、あの、突然着替え出すんで女性の人がああとかなってあの出ていかなくとあるんですよ <laughs> 僕ら別に普通に平気で着替えるんでそこはまあちょっと問題点ではあるんですけどね。<laughs> なるほどあでもフランスの,あの体育劇なんとかも,もうほんと男女関係なく普通に着替えてましたね <laughs> でね、で、うん、この机がねまたね、土台が残して上がね、新しくなってるんですけどものすごい重いんですわ。へー びっくりすするが重い机ですで、これがまあ今は会議の室内ですけど普段は真ん中にずらーっとこう2列並んでる状態です、うん、この下の部分は昔の木を使ってて上だけ張り替えたってことですかそんな感じですよあの上のこの黒い部分はいつの頃僕もちょっと履き忘れたんですけどあれ変わったって思ったんで <laughs>、うん、すごい素敵な綺麗なそうですね 昔はこの上もちょっとこういう茶色系の木でした。今はこれ黒になってますけどね。でしょ、これがね、えっ、ー、と2階の楽屋のところから見た駐車場です。これが一応関西会館の駐車場になってます。で、こっち側、手前の方は、えー、と月決めで、で、まあ、僕ら、あのー、ここに入って、ここら辺に車止めて、こう入っていくと。 いう風なシ、えー、シチュレーションですねやっぱり家元用の駐車場はこの辺とか決まってるんですかこの辺いやないです、ないです。で、お家元は<や>あの基本的に車で来られないので、タクシーで来られるんで。で、我々はもうあの空いてるところから好きなところ、さすがにここまでは決まってないですねうん、うん。で、この楽屋に関しては結構決まってますよ、楽屋に関してはあの、うん、いるところ。うんうん 僕はね、大体このふすまの向こう側にいます。<laughs> うん、それは、自分の好きなところでいいんですかそうですね。それともやっぱりこう年功序列でいいところとか。若干年功序列感はあります。こっち側からこうあの年いった人が入ってくるんですけれども、えー、まあ、あのもう最初の名残みたいなもんですね。うんうん、なかなかあんまりあの位置変えたくないので。<laughs> <laughs> そんな感じになってますね。まああのー、これが一応お関税会館のまあ概ね大体の部分です。面白いですね。やっぱり違いますね。まず大体畳っていうのがないですからね。こっちのあのそうですね。<laughs> すそうだから基本的にあのー、えっと海外で講演するときはまず下を養生するところから始まってきます。 どうしても僕らこの下でする用事が多いので、えー、畳はな,なくともなんかこうシート的なものを、うん、あのお願いしておきましてそこでこう、えー、と靴を脱いだ状態で、えー、楽屋、えー、から、えー、舞台までの動線みたいなものを確保します。出、はい、ないとねやっぱり慣れてないのでしんどいんですよね。うん うんあのさすがにその膝の上で着物たためるって言ってもその椅子の上でたたむのは非常に難しいです。確か,確かに。うん。そういう意味ではまず下をお畳と同じ状況にすると。うん、で、えー、まあ学屋割を考えると。はいはいはい。うん、今の見てもらったらわかるようにあのだいの大きさ うんえー、やっぱりして方っていうのが人数も多いですし衣装とかも多いのでやっぱ大きな部屋を使います。で、うんえー、それに対して例えばお囃子とかでしたら海外でやる場合、まあ、大体一組ですわ一組っていうのは、うんえー、笛小鼓大鼓太鼓って4人ですよね、うん、4人だったらまあ何とか小さい部屋でもやってくれはるのでそのこういうふうに楽屋を振り分けて使うというふうになります。 屋の楽屋はどこもこう小さめでこうなるべく個人,個人みたいなこうか2人とかいいお部屋になればなるほど小さくなっていくんでね上の人が入る部屋ほど小さくて一、はい、人部屋みたいになって、はいはい、大部屋っていうとやっぱこう結構雑多だから結構あんまりこう舞台からちょっと遠目のところとかにあってみたいな感じなんで,逆です、ね、そうですね、あのー、もう基本が大部屋です。 うんうん、大部屋がまあベースにあるんで逆に個室とか言われたらその舞台の様子が分からへんので不安で仕方がないですよあえ。ちなみに音は聞こえてくるんですかそれれとも放送で流れてるんで流てんすかあのモニターが各部屋にあるので全部何をやってるかかわります。音も映像もで流れてます。 あの、さっきお見せていただいた1階の,あの廊下のところから舞台に行けるようになってるんですよね。そう,そうです、そうでで、すそこってさ音が例えばその楽屋で喋ってたら聞こえちゃうぐらいな感じなんですかそれとも音はきちんと遮断されてるんですかえっとね大声で喋ると聞こえますうん、あのー、だからあんまり大きな声では喋れません。 じゃあ本番中はこう、袖,袖というかその楽屋の方も静かにしなきゃいけないという感じですかまあ、そこまでそのこそこそ話ではないですけれども、うん、あのある程度今こうやって喋ってるぐらいの声だったら聞こえないです。うんうん、扉が2枚と幕があるのでそこまでは、ええ、聞こえないんですけれどもまあ、ほんまにその大声ですよね。うん えー、そういういものは聞こえますねあとなんか物が落ちたりとかねはい、はい、ガチャーンとかっていう音はあのーはい、たまに聞こえたりとかします。おなるほどあと発声練習とかお話の人がちょっと音出しとかそういうのはしないんですか、えー、発声練習はしません、うんえー。これはもうどこ行っても言われるんですけど発声練習はしません。うん、でお家でしてくるからしないってことですか えーとあんんままりしませんそもそもそういう発声練習をすするといいう文化がなでだからまあ例えばえっ、ー、と視点を舞う前でしたら家で一回こう朝にわっと声は出しますけれどもそれが別に、うん、なんていうかこうよくありません、うん、あいうええおあおとかってこんなふうな、えー、やり方マニュアルみたいなものがあるわけじゃなくて普通にやります。 <laughs> 普通にわーっと自分の歌うところだけばっと声出していくって感じですね。うん、でお囃子もほとんど、あのーえー、とちょっと曲と曲の間に、まあ、ポンポンと戦はったりとか、えー、少ししはる場合はありますけれどもでもほとんどがその前舞台が始まる直前にお調べっていうのを、えーまあ、幕のすぐ手前でするんですよね。 そこまではあんまり音立てありません。うんじゃあお調べはでもじゃお客さん聞こえちゃうんですか、はい、聞こえます、それが言ったら僕らのブザーですね。開演<ー>のブザーになりますんでそのお調べが聞こえてきた頃にだいたい放送が、えー、間もなく、えー、始まりますみたいな、えー、次の演目は何とかですっていうような放送が入ってきてそこにまあお調べが載っていくと。うん いう感じです。それがまあ言ったら、えー、開演の合図、うん、じゃああんまり練習とかしないんですね。本番前にこうオーケストラとかこうピー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 と練習すごい練習対策しているんですか。しないです、しないです。<laughs> 本当にしないです。うん、本当にもう <laughs> あの、えー、直前にあのそうですね三分ぐらいのおお調べをしはって出てからります。 僕らも、えー、わわわわ歌はないです。あでも、チューニングもないんですもんね。あのほら、西洋音楽だとさ、ラの音に合わせてみんなで楽器を整えてっていう、チューニングっていう作業があるんで、それはないです。だから、えー、と言ったら、笛に関して言うならば、ほとんどその持ってこられた笛をそのまま使わはるので、さほど、 することはないんですよ、ね、だから自分の口と息と笛の調子を合わせはるだけです。で、小鼓、大鼓に関しては音を出してみて、この締め具合、皮と皮が紐でこう締まっているので、その締め具合が悪かったらそれをちょ多少調節しはる、あるいは小鼓としてはちょっと湿気がいるので、その湿気はそこであの含ませるとかっていう感じです。で、えー、太鼓に関してもほとんど、あのー、 えとまあ言ったらギュギュギュってこう締め張るぐらいですね、うん、っていうようなあ感じですなるほどなるほどえー、面白いですね、うん、太鼓に関してはえっとほとんどの曲において、うん、後場面でしか歌わないんですよね、まあ、もちろん最初に最初の方に歌はる曲もあるんですけれどもおおむね多くの曲は前場と後の ばばでしたら、後の、あの後の方。え一、ー、時間半の曲でも、最後の十五分とかだけなんですよね。十五分、二十分、太鼓を打ち出さはるっていうのが、多いパターンなんで。そうなってくると、そこまでずっと、ギシギシに張ってると。うん、あの、川が伸びてきますよね。はい。だから、一度、その、舞台が始まる前に。あの、お調べて、調整をしはった後。うん、ええと、もう一回、緩みはります。 で、緩めはって舞台上で自分がであの出番の直前にギュギュギュってこうもう一回締めはります。あそんな感じなんだ。じゃあ自分で締めてから、それからさらにこうちょっとチューニングで音が大丈夫かなとかはしないんですね。うん、あのー、だいぶアバウトですよ。はあ、なるほどね。あそうなんですね。そういうふうな感じで、えーまあ、舞台が成り立っていってます。 映画 <laughs> 音楽だとティンパニとかが太鼓に当たるのかな日本語と思うんですけど、はい、ティンパニとかこう一つ一つこうネジがを締めるような機械かそれかもう機械でオー,トマオートマティックにペダルなんですけど押すとグッてこうその皮が閉まるようになってるのがあるんですけどその自分で閉めるようなやつは必ずこうやっぱり叩きますもんね。その舞台上で 音のチェンジをしなきゃいけないときに、本番やってる最中にこう締めるんですけど、その時はこうそーっと隠れて音鳴ってる横でこうちょっと叩いてやっぱりなんかやをするでんですけど、あ、それはねしゃはりますよ実際、コン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 みたいな感じで、やっぱり,、まあ、っぱりでもうこういうやつじゃないんですよね。全部こう紐あの靴紐みたいな感じでこう全部がこういうふうななって一周回ってるんでぎゅ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 って しはりまひも、うんえー、文化ですもんね日本はね。そうですね,紐ですね <laughs> という感じで今回は、えー、と京都関税会館の舞台裏楽屋をご案内させていただきました。えーまあえー、我々この2人で、えー、だいぶお話をしてきましたけれども、えー、前も言いましたけどコメントとかでまた何かき聞きたいことありましたり。 たら書い、えー、ていただいたらお話ししようかなと思います。えー、ぜひ、えー、グッドボタンと,とチャンネル登録お願いします。えっ、ー、と私の方が日本のえっ、ー、と木曜日、釣りさんの方が、はいえー、日本で言ったら日曜日、に、はい、えー、い全く変わらないで同じ木曜日。あ、うそうですね。はいはい。<laughs> ええー、木曜日と日曜日で配信しております。どうぞよろしくお願いします。はい、ではま,また次回の動画で失礼します。